そうです。こんにちは、シャキです。夏が終わってまだ暑い日もありますが、庭池はだんだんと寂しい感じになってきました。だんだんと餌も食べなくなってきてるんだよね。うん、けど今日なんか暖かいから食べる時は食べるのよね。それで今回は冬眠前はいつまで餌をあげたらいいのかっていう質問があったので、それについてお話しします。この餌皿見てもらったらわかるんだけど、まだ食べてるんだよね。というわけで今回は冬眠前の餌やりについてうちではどうやってるのかをご紹介します。それではスタートです。まず餌皿の餌が減っていたので補充します。ちなみにうちは置き餌にして好きな時に食べてもらってます。まだ暖かい日は食べるからね。うん、まだ満タンにしておいていいと思うんだよね。それでこっちにある2つの餌皿も満タンにしておきました。少ししたらランディが食べに来ました。けどやっぱり動きが遅いよね。うん、夏とは違うよね。それでも食べたいんだろうね。うん、食べたい時は食べた方がいいと思うんだよね。飼育所などで冬眠させる時は1ヶ月くらい前から餌を切ってと書いていたりしますが、最近はあまり気にしていません。そうなのね。食べたい時は食べるだろうし、食べたくない時は食べないだろうし、亀さんたちの自由にさせた方がいいと思うようになったんだよね。まあ実際寒くなってきたらこちらが調整しなくても食べなくなるからね。そうなんだよね。亀さんの体のことは亀さん自身が一番知ってるはずなんだよ。だから自然な環境で自然のように過ごすっていうのが一番良いと思うんだよね。まあそうよね。わんぱくでもいい、たくましく育ってほしいんだよね。そうよね。ただ明らかに調子が悪くて食べてないとか、夏の間体調万全じゃなかった子は冬眠させないで様子を見てあげた方がいいと思うんだけどね。そうよね。やっぱり元気がないとダメよね。うん、元気があれば何でもできる、そういう精神でやっていこうよ。ですねー。ですねー。逆に言えばこんな風に食べてる時はまだ冬眠しません。それに朝晩は冷えるけど昼間はまだ暖かいしね。そうなのよね。まあこんな風に屋外である意味放置飼育みたいにやってる場合は餌をストップするとかはあまり考えなくていいのかなって思います。そうなのね。勝手に食べなくなるんだもん。そうなのよね。あとこれはちょっと注意点っていうか、そもそもうちの飼育方法であって、うちは大阪なんだけど住んでる地域によっても寒さとか変わってくるので、うちのやり方として参考になればと思って紹介してるので理解してくださいね。地域によって例えば雪国とかだったら全然違うからね。まあみんな分かってるとは思うんだけどね、一応言っておきます。最後にこれブルちゃんなんだけどまだ食べています。ブルちゃんとアジャちゃんも今年が初の冬眠だからちょっと心配だけどね。けど大丈夫って思えるカメさんしか冬眠させないからね。まあそうなのよね。とりあえず今回は冬眠前の餌はいつまで与えるのかっていうことでうちのやり方を紹介しました。まあうちの場合は屋外で放置飼育だから亀さんたちに任せてるだけだけどね。もともとは亀さんたちが自由にのびのびと暮らせる環境を作って、それを眺めて過ごしたいと思っていろいろとやってきたんですが、どっちかっていうと亀さんたちに教わることの方が多いんだよね。飼育所とかでは1ヶ月くらい前から食べさせないようにしてって書いていたりしますが、寒くなってきたら自然と食べなくなります。そしていつの間にか姿を見なくなって、気がついたら亀さんたち自身がお気に入りの場所で冬眠しています。それも飼育所に書いてあるようにだいたい1ヶ月くらい前から食べてないんだよね。後からそういうことなのねって思うことあるよね。そうなんだよね。だから冬眠の1ヶ月くらい前から餌を与えないようにすればいいと思うんだけど、それは亀さんたちも自然とやってるんだよね。亀さんたちきちんと分かってるのよね。そうなんだよね。だから亀さんたちの意思を尊重し、なるべく自由な飼育を心がけて飼育者は補助をするくらいの方が良い方向へ向かうと思います。人間に従わすような飼育だと亀さんたちもしんどいよね。そうだと思うよ。人間でも職場環境、家庭環境が良くないと病気になったりするからね。確かにそうよね。だから亀さんたちも健康に育つには飼育環境が一番大事なんだと思うよ。そういうことを意識して育てていけば良い感じになるんじゃないかなって個人的には思っています。そうよね。まあ今回は冬眠前はいつまで餌をあげるのかってテーマでうちの飼育方法を紹介しただけなんですが、今回の動画があなたの飼育の何かしらのお役に立てれば嬉しいです。ということで今回の動画はこれで終わりです。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまたねー。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録